はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日は中三理科天体年収運動の8回目です。で、前回からこの日収運動と年収運動の合わさった問題、それをこの北極星を中心とした北の空で考えています。で、前回2問は年収運動だけの問題でした。で、今日最初はまず日周運動だけの問題をして、その後で組み合わせた問題、まあ、だんだん難しくなっていく問題に挑戦していこうと思っています。はい、では今日3問目。で、まず前提として11月1日の午後9時にある星 X がこの北極星の右A の位置にあるとします。で、ここで、はい、11月1日午後11時に星 X の位置はどこにあるでしょう。で、これ考えたい人は一度ここで動画を止めて、答えが分かったところで再度再生して、まあ、解説答えを確認してください。さあ、いいですか。では説明進めていきます。はい、今度は同じ日なので日周運動になります。で、1時間で15度、2時間で30度で、これも年周運動と同じ反時計回りに回っています。ですから11月1日の午後9時に A の位置にある星 X は、はい、11時まで2時間だと、はい、30度半時計回りに移動して、はい、B の位置に来ているはずです。では次4問目。11月2日午前5時の星 X の位置は、で、これ11月1日が、まあ、2日になってるのは、まあ、その日の夜、0時で日付が変わるので、まあ、同じ夜の間で考えています。ですからこれ別に11月1日の午前5時の位置も、まあ、1度しかずれていないので、まあ、どちらも同じだと思って、大丈夫です。さあ、これも、自分で、考えて解きたい人は一度ここで動画を止めて、答えが出てから再度再生ボタンを押して、まあ、解説答え合わせをしてみてください。さあ、いいですか。はい、まずこの日午後9時にここにあった A の位置にあった星 X が午前5時なので時間は8時間経っています。で、日周運動は1時間15度でした。で、8をかけると8時間で120度移動したことになります。ですから、この位置から120度、まあ、動かしてやってもいいですし、まあ、前回年周運動でやったように、数えていっても全然大丈夫です。ですから、ここが午後9時なので、はい、11時1時3時5時はい、5時にはこの E の位置に来ます。で、同じように120度動かしてももちろん同じ E の位置に来ます。はい、答えは E になります。さあ、もっと進めるかと思ったんですけど、今日もちょっと時間長くなりそうなので、今日は日周運動だけを考えました。で、前回の年収運動、今回の日周運動、それを組み合わせたものを次回からやっていきたいと思います。では、今日の授業は以上です。